皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は岸田政権の経済対策と補正予算案の中になぜか安保関連の研究開発投資が入っていないということが分かりましたので、今回はこちらの話題をご紹介いたします。それでは、前回私の動画でもちょっとご紹介しておりますが、非常に大事なお話ですので、もう一度ご紹介いたします。こちら、自民党参議院議員で元自衛官ヒゲの隊長こと佐藤正久氏のツイートです。岸田政権の経済対策や補正予算に安保関連の研究開発投資だけが入らないのは下記骨太の方針との整合に疑問ということで、岸田政権は超親中政権と私は言わせていただいておりますが、もしかして中国共産党からの横やりで防衛関係ですよね。そちらの安保関連の研究開発投資、これの予算がつかないということになっておりますので、非常におかしな状況となっています。それを佐藤氏が指摘をされております。そして役人レベルでの財務省との調整が進まないなら、岸大臣以下政務三役の出番ということで、これ以上調整が進まないと岸大臣が出てきますよということを言われております。そして現在大詰めの段階です。これには防衛記者も財務省にだんまりかということで、テレビも新聞もこの情報は出てきておりません。なのであえて隠したい、もしくはどこかの国の顔色を伺っているということになると思います。もうこのだんまりをしている時点で、これはおかしな状況なんだなということになると思います。そして成長戦略で技術立国と経済安保重視だが、安保研究は例外の経済対策ということで、岸田政権の目玉はこの経済安保ということになります。ですが、そこの中に安保研究が例外となっている。これは非常におかしいです。もしかして、甘利さんが幹事長を辞めた、これが関係しているのかもしれません。そしてこちら、骨太の方針です。これはですね、今年の6月18日に閣議決定をした内容です。ですので、菅政権時に閣議決定しておりますので、これをそのままやらないといけないということになりますが、これを無視しているということになってます。で、これは何かというと、外交安全保障を強化しますよという方針です。周辺各国が、これは中国のことですよね。そして韓国もそうです。防衛費の大幅な増額等により、軍事力の強化を図るなど、我が国周辺の安全保障環境が、これまでにない速度で厳しさを増す中、国家安全保障戦略等に基づき、宇宙、サイバー、電磁波といった新領域を含む統合運用、多様な軽空脅威への対処能力、必要な装備品、弾薬の確保や、ということで、ちなみに、今、自衛隊はですね、予算が少なすぎて、銃の中にマックスで弾薬を装填されていないというふうに言われております。それほど予算が厳しいということになります。後ほど防衛予算については詳しく説明をいたします。弾薬の確保や維持整備とこうした変化への対応に必要な防衛力を大幅に強化し、多次元統合防衛力を構築する。これは非常に大事なことですよね。基本的にこの弾薬の確保すら今の予算ではできていないということになりますので、これ最低レベルでもそれをやってほしいということです。そして合わせて防衛分野での技術的優越の確保のため必要な体制及びゲームチェンジャー技術等の研究開発や防衛産業基盤を強化する。これは非常に大事なことです。今ですね、防衛のやり方、この防衛分野の技術というのがガラッと変わってきてます。例えば、ミサイルにしても、極超音速兵器が出てきて、それを追跡したり、撃ち落としたりすることができない、もうゲームチェンジャーになっている。そして、AI 技術、AI とドローンを組み合わせて、人がいなくても攻撃ができる、そういった技術がどんどん出てきております。なので、そういった技術の研究開発、これが非常に大事になってきます。なのに予算がつかない、これがおかしいということになってます。
そして大事なのが、質の高い自衛隊員の十分な確保や処遇改善等を通じた人的基盤の強化、これは大事ですよね。皆さん自腹でですね、トイレットペーパーを買ったり、そんなことまでされているそうなので、防衛予算はもうどんどん増やしてもらわないと困るということです。そして中国ですよね。中国の防衛費、これも後ほど説明しますが、もう桁違いに増えてますので、これに対抗しないといけないというのが、この骨太の方針を見ただけでもお分かりになられると思います。そしてこちら、佐藤正久氏がツイートを続けてます。このままでは岸田政権への批判も出よう、微中なのかと。日本学術会議と同じで、経済対策や補正予算案で安保研究開発投資だけを認めない、これですよね。もう日本学術会議と同じことを岸田政権はやってますよと。そしてそれをやるなら微中と言われてもしょうがないんじゃないですかと、佐藤正久氏はツイートされてます。これでは岸田政権は学術会議を批判できなくなる。高市政調会長も問題意識を保有。この状況を変えるべくギリギリまで努力する。防衛技術は成長戦略の鍵ということで、防衛技術を発展させると民間の方へ流れていきますので、これは成長戦略の鍵ということにもつながります。そしてそれをやることで、この防衛産業、こちらの基盤を強化することもできます。今日本の防衛産業というのは衰退してきておりますので、これからはどんどんこちらの方に予算をつけて育てていく、そんなことを考えた方がいいんじゃないかと思います。そしてこちら、佐藤氏のツイートです。本当にミスマッチ、補正予算での防衛研究はゼロの模様。他省庁が成長戦略等で量子暗号等研究開発投資を認められているのに、日本学術会議が防衛研究を認めないことを批判できないということで、この他省庁が今量子暗号の研究、この投資に予算がつけられたということです。それはこちらです。盗聴防止へ量子暗号強化、経済安保で145億円、これがついたということです。なのに防衛研究には予算がつかない。本来は防衛研究は技術をリードする分野ですよ、ということをツイートされております。で、この盗聴防止への量子暗号強化、これはですね、こちら産経新聞の独自スクープの記事です。これはですね、今政治家も我々と同様に携帯電話を使ってます。ですがそれは全て盗聴されると思って携帯電話を使っているんですが、これをできないようにする、それがですね、量子暗号通信、これを使えば盗聴ができなくなる。これの研究開発に今回145億円の予算を計上しましたよと。そして実証実験や人工衛星の活用、これを進める方針ということになります。これはこれで素晴らしいことだと思います。ですが佐藤氏が言うのは、防衛研究で予算をつけてこういった盗聴、これは軍事でも使えると思いますので、そういう形でやるのが本来なんじゃないですかと佐藤氏はおっしゃっております。そしてこちら、佐藤氏のツイートが続きます。真水で31兆を超える補正予算。ちなみになんですが、この真水というのはそのまま差し上げることができるお金ということになります。通常はですね、返さないといけないお金、つまり借金ですよね。これを国民にあげますよ、でも何年以内かに返してください、そして金利は何パーセントですよという予算もありますが、この真水というのは返さなくていい、そのままポンと渡すことができるお金というのが真水という表現で表しております。その真水で31兆を超える補正予算、そこで防衛研究開発が0円は、岸田政権の成長戦略や骨太方針とも相入れない。他省庁の研究投資に防衛省は依存するのか、つまりですね、国を守らないといけないのに他省庁に依存するっていうのはちょっとおかしいです。コロナ禍で傷んだ国内の企業への研究開発投資は経済対策&成長戦略そのもの、ギリギリまで頑張るが何かおかしい、岸田政権の軸が問われる案件ということで、佐藤氏はですね、こういう形で
政権批判をしながらツイートしてるんですよ。これはなかなかできることではありません。なぜこういうことをするのかというと、このままでは国が危ない。なので国民に知ってもらいたい。必死の思いでされていると思います。なので私は今回の件を動画にして、少しでも多くの皆さんに知っていただきたい。その思いで作ってます。なぜなら、オールドメディアで一切報道されていないからです。ここを頑張らないと国防にかかる問題ですよ。だから皆さん、ぜひこの話題拡散お願いします。岸田政権はおかしいですよ。なぜ安保に関する研究開発投資に予算をつけないんですか、という話です。そしてさらに佐藤氏のツイートが続きます。 AI やサイバー、宇宙、電磁波同様、極超音速兵器もゲームチェンジャー技術、防衛省もこの分野に思い切った研究開発投資をすべき、ということで、今中国はですね、もういろんな技術をすごい勢いで開発してます。そして中国は極超音速兵器から飛行体発射か、中国今回の実験で、というニュースが流れてきております。このままずるずると格差の拡大を容認してはいけない、クアッド等も活用した投資が必要、ということで、なぜ岸田政権はこういった研究に予算をつけないのか、本当に理解に苦しみます。もうここまで来ると中国からの横槍が入っているのではと思います。なので国民世論の声が必要、ということにもつながります。そしてこちら日経新聞の記事です。中国の極超音速兵器、南シナ海でミサイル発射か、ということで、こちら非常に気の重い記事なんですが、7月下旬の中国による極超音速兵器の発射の際に、滑空中に分離する形でのミサイル攻撃実験が南シナ海上空で行われたことが分かりました。これはイギリスのフィナンシャルタイムズ電子版が21日に報じました。極超音速兵器は核の搭載が可能で、米国や中国、ロシアも開発を競っているが、中国の技術力が予想以上に進んでいることを示しました。ということで非常に気の重いニュースですよね。そしてこの極超音速兵器というのは、打ち上げたロケットから分離して攻撃目標まで飛行する極超音速滑空体と空気を取り入れながら加速することが可能な極超音速巡航ミサイルの2種類があります。ということで、こちらの写真は極超音速兵器の打ち上げにはこの宇宙開発用ロケット、こちらが使われたんじゃないかな、ということになってます。で、このロケットからですね、このロケットから分離して攻撃目標まで飛行する極超音速滑空体と、もう一つ空気を取り入れながら加速する極超音速巡航ミサイル、この2種類があるそうです。ちなみにこちら時事.com の記事です。こちら同じ記事なんですが、これですね、この飛行機みたいな形しておりますよね。これがですね、ロケットから分離するというふうに言われております。で、これはですね、おそらく滑空する極超音速兵器というふうになっておりますので、この極超音速滑空体なんじゃないかなと思います。そしてこの巡航ミサイルの空気を取り入れながら加速する、この空気を取り入れる技術がですね、日本の大学の研究でやってるそうで、それを投用した技術というふうに言われております。そして音速の5倍にあたるマッハ5以上のスピードで飛行する上、機動性が高く、既存のミサイル防衛システムでは追跡や迎撃が困難とされております。なので今ですね、この滑空体もしくは巡航ミサイルに核兵器を積んで攻撃されると、もう追跡も迎撃もできないということです。ただですね、今の技術はまだまだ攻撃目標に正確には到達しないというふうに言われておりますので、まだちょっとだけ時間があるかなと。ただ技術的に一番進んでいるのが中国というふうに言われております。そして FT が報道した関係者の話によると、中国による実験では極超音速滑空体がマッハ5に近づくと南シナ海の上空で分離し、さらにミサイルを発射した。まだあるんですか。ということで、この極超音速滑空体がマッハ5に近づいたら、さらにその状況で分離してミサイルを発射したと。
この技術は他国でも前例がなく、米国防省の専門家らは衝撃を受けたということになります。おそらくこんな速度で分離をしてさらにミサイルを発射した、この技術がアメリカにもないと、これを中国が持っているということが非常に恐ろしいです。なんせ残虐非道なことを平気でできる漢民族の人たちですので、もう完成したら早速脅しに使うのではということになります。そして FT の取材に応じたある専門家は、極超音速で移動する機体からさらに物体を発射する物理上の制約を中国はどう克服したのか明らかになっていないと説明しました。どうしましょうかね、本当に。もうですね、中国に全世界を征服されてしまいますよ。そして中国は7月に発射した極超音速滑空体はロケットによって南極付近の大気圏外まで運ばれたため、北極上空の弾道ミサイルの脅威を想定した米国のミサイル防衛システムの射程範囲外だったということで、やはりアメリカのミサイル防衛にかからないようにいろいろ考えて南極の大気圏外まで運んでいったということになります。もう中国はですね、もう恐ろしいですよ。こちら日経新聞の記事です。中国がこの極超音速兵器5年で数百回実験をしているということです。なので日本は今までは予算がついてないので全然研究が進んでないんですよ。今やんないとどうするんですかということです。なのでこの佐藤氏はもう危機感を感じて岸田政権を批判してまでもツイートしてるんですよ。これを我々国民は知っておかないといけません。そして声を出さないといけません。そしてこちら防衛省自衛隊のページです。今ですね、防衛関係費用どういう状況になっているのかということを見ていただきます。まず我が国の防衛関係費状況を教えてくださいということで、こちらですね、これは予算ではなく費用です。費用は我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、つまりもう中国がどんどん軍拡をしているので、それに付随してこれ直近が平成26年度ですが、在日米軍の費用も含めるとこの青のラインです、4兆9000億、約5兆円ぐらいは防衛関係費用はかかってますよということになります。これでも抑え気味です。そしてこちら一般会計予算の歳出額、これの主要経費別構成比の推移です。これが一般会計の歳出額、どんどん右肩上がりになってますよね。でその中で大きいのはこの社会保障費、やはり少子高齢化が進んでいるので右肩上がりになってます。でその中で防衛関係費用は赤いライン減ってるんですよ。もう抑えに抑えてます。もうすごいひもじい思いで始末して始末して自衛隊はやってくれてるんですよ。そしてこちら中国国防費との比較ということで、中国の公表している国防費どんどん右肩上がりになってます。本当はですね、もっとあるっていう風に言われてます。そしてこちら中国国防費との比較、最近10年間、これ2013年が直近ですので、本来でしたらもっと増えてるっていうことです。赤が中国、右肩上がり、青の日本はほとんど変わりません。もうどんどん差がついているということで、中国の公表国防費は引き続き早いペースで増加、過去10年間で約4倍、過去26年間で約40倍の規模となっている。なお我が国の防衛関係費は過去10年で約 0.98 倍、過去26年間で約 1.29 倍となっている。過去10年で減っているということです。そして過去26年でも中国は約40倍になっているのに、日本は 1.29 倍しかないと、もうこれ左翼メディア、そしていろんな関係でお金を増やすと戦争するのかというふうに言われるので、もう抑えに抑えている。中国ともう相当の差がついているということになります。そしてこちら周辺国国防費との比較ということで、ロシアが一番多いですよね。 5.85 倍。これ2013年なんで、まだまだ増えてると思いますが、中国は 3.89 倍。日本は減ってるんですよね。国防費 0.95 倍ですよ。
韓国は約2倍あります。で、アメリカも減ってますよね。1.65 倍。なので、非常に脅威ですよね。中国とロシア組んだら、非常に脅威というのが、この国防費を見てもわかると思います。そしてこちら、装備品ですよね。これが高度化、複雑化して、単価が上がっております。なのにですね、先ほど見た通り予算は下がっているということです。こちら戦車も平成元年と比べると 2.7 倍。こちら護衛艦。これもですね、平成3年と14年比べると 2.4 倍。倍ですよね。そして戦闘機、昭和52年と平成19年比べると3.5 倍あります。なので単価は上がっているのに、防衛費は下がっている。なので自衛隊はトイレットペーパーすら自腹で払ってる人がいると聞いたことがありますので、どんどんですね、予算つけてあげないと国を守れないというのが、これだけ見てもお分かりかと思います。そして、こちら、佐藤氏のツイートです。憲法9条の話題です。自衛隊明記は隊員の名誉にもつながり、緊急事態条項は生存権にも直結する事項。自民、会見に前のめり、維新に便乗化、積極発信ということで、こちら、北海道新聞の記事です。政府自民党内で衆院選後、憲法改正に積極的な発言が目立っているということで、こちら見てみましょう。こちら、憲法改正をめぐる各党党首らの衆院選後の主な発言ということで、岸田首相は、党においては党改革と憲法改正が重要なテーマだ、ということで前のめり。そして維新の馬場幹事長、憲法改正項目が出てきた段階でいつ国民投票するかを目標にやっていかなければ国民の求める憲法改正が前へ進まない。非常に前のめりですよね。そして国民民主党の玉木代表、国会内外で議論を活発化させたい、国会では憲法審査会を定例日に開催するよう与党にも求めたい。そして最後に残した公明党の山口代表、救助への自衛隊明記でどういう方向に国が行くのか、国民の意見あるいは諸外国の反応等も視野に入れながら深みのある議論が必要だ。ちょっと待ってくださいって感じですよね。諸外国の反応等も視野に入れながら、やっぱりですね、この公明の山口代表というのは中国の反応等も視野に入れながらと語っておりますので、中国共産党の代弁者ということになります。なぜ自分の国の憲法の中に自衛隊と明記するだけで諸外国の反応を見ないといけないんだということです。だから誰に向かって政治をしているのか、この話を見るだけでもわかると思います。とんでもないと思いますよ。なので創価学会の皆さん、あなたの小山語、将来中国語しか話せないという状況になってもいいんでしょうか。今ウイグルの状態がそういう形になっているんですよ。創価学会の皆さんが支援している公明党の代表は中国を見ながら政治をしています。これ見るだけでわかるでしょう。自分の国の憲法ですよ。なんで諸外国の反応を見ないといけないんでしょうか。なので創価学会の皆さんは公明党の執行部に意見を言わないと日本がどん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 おかしくなります。なので創価学会の皆さんはぜひ公明党の執行部に意見を言うようによろしくお願いいたします。そして最後に、海外に住んでる小田ママさん、こちら見てください。自衛隊の人たちは日本の中で災害が起こったら何も文句も言わずに働いてくれてます。そして着るものも破れたりしても予算がないので自分で何とかしていたりされております。で、このですね、自衛隊の人たちを見て非常に腹立たしいことを言う人もいます。もっと我々国民はこの自衛隊の皆さんを称賛したり拍手を送ってあげたりしてあげないと我々の国が守れません。ですので皆さん、もっともっとですね、自衛隊に予算がつくように声を出して応援しましょう。ということで、またこちら首相官邸のご意見募集のページです。こちらにですね、今回私の動画をご覧いただいて岸田政権に対して何か言うべきことがありましたら、私の動画のコメントに書くのではなく、こちらに
無記名でご意見ご感想が入力できますので、こちらにどうぞ入力をしてみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。ということで、安保研究に予算がつくように皆さんで声を上げていきましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。